やっぱセーブがひどいだけだった。阪神、今季ワースト帯の15三振で7度目完封負け。火曜日は痛恨5連敗。クソみたいな攻撃ばっかり仕上がって、大体ニセススタメンとか異常事態だから、また現代にいらんこと書かれるぞ。給仕切れてたけど、ライオンズとやらせる他のチームは強すぎる。村上、8回4失点の何があかんのですか。ヤクルトお付き合いサンクス。現地から1点でも取ろうという気概が感じられん。打点のなら遅らせるか走らせるか、相手のエラー誘うとか、なんか仕掛けろ。何もないな。ベンチはニエセスで遊んどる場合かよ。何のために豊田開けたんや。安定のたこ焼き打線、打てるのは西武だけ。 W 木浪が最低限できなくて満塁で、皆さんが今日のチャンスの全てだったかな。相変わらず試合終わるのクソ早いし、やっぱり西武が弱いだけだったかな。村上ナイス完投だ。よくやってよ。悪いのは打線。折は5位とはいえパのチームだから中通ってのがおこがましい。4点取られたら野手のせいちゃうで、2点なら野手せいやけど、困難でソフトバンクに勝てる。立浪、西武が終わってるとかありえない。ただ調子が良くないだけなんだ。打力に差がありすぎるわ。オリックスにも3立てされるだろうな。ソフバンにも3立て、日ハムにも負け、7連敗やな。絶対に0点じゃ勝てんし、なんもおもろない。打たれてベンチにいる村上が折平野みたいな表情しそうで怖い。あのヤンキース打線を7回2安打に抑えた山本由伸からホームランを打ったと思うと、打たなくてもノイジーのこと嫌いになれないよな。サンフタイガースやったな。